若干疲れた。こんにちは、こんばんは、タイポンです。皆さん、助けてください。俺は今、病を抱えております。顎関節症の方ももしかしたら見てるかもしれないんですが、今それに悩んでおります。そんなに毎日じゃないんですけど、月に多くて2回ぐらいなるという、そういう状況です。まず、顎関節症を知らない方にちょっと軽く説明したいと思います。顎関節症とは、顎関節が咀嚼筋等の痛、関節音、平行障害ないし、顎運動機能、症状を起こする、慢性疾患群の。症状は単純に口がちょっと大きく開かないとか、ここら辺が痛む。関節、この顎の関節が痛むよっていう、そういう感じです。実際に俺もなると、こっちは大丈夫なんだけど、この右側が、ここら辺がすっげえ痛くなって、顎が今こうやって開くのもちょっと正直今痛い感じなんですよ。痛い。開け閉めしっかりやらないと、ちょっとここが痛くなってくるんでね。で、さっきもご飯食べたんですけど、ご飯食べる時も、あんま口が広がんないんだよね。痛いんですよ。毎日は続かなくて、だいたい1日2日で治る。痛くて、治し方みたいなのないらしくて、痛み止めとか、そういうの飲んで、痛みを和らげるぐらいしかないらしいんですけど、ぶっちゃけ、今、俺、Seize the Dayってバンドでボーカルをやってるんですけど、歌を歌うんで結構口を開けることが、もう最近めちゃめちゃ多いんですけど、困ります。これ見てる方でもしかしたら、顎関節症の方いるかもしれないですけど、癖になっていくらしくて、だんだん最初は1回で、月に1回とか、ない月とかもあったんだけど、今だんだんね、増えていってる気がしている。っていうことなんで、もし同じ悩みがいる人いれば、コメントに書いてくれれば、ちょっと痛みがわかるっていう、そういう、感情になりますので。これはとりあえずみんなに聞いてほしかったっていう、ただそれだけなんです。たまにはこんな動画もいいかなと思って。すいません、告知ばっかの動画はなるべく少なくしたいので、ちょっと告知だけの動画は作らないでおいて、こういう何かにくっつけてっていうやつをやります。俺が立ち上げたファッションブランドのアメイズっていうものがあるんですけど、それの3ヶ月リリースの2ヶ月目のアイテムを紹介したいと思います。一応もうTwitter だけで告知で、もう発売はしているんですが、今回は受注販売になります。11月1日まで受注受け付けてますので、よろしくお願いします。今回はアメイズ初のコラボ商品もありますので、しかもそのコラボ結構、すごいっす。普通に。めちゃめちゃすごいコラボなんで、紹介したいと思います。じゃあまずはこちら、T シャツ、どっかで見たような感じの絵だと思います。こちらはアメイズと株式会社トマソンという、日本昔話を作っている会社とのコラボになります。で、こちらのキャラクター、株式会社トマソンさんが持っているライセンスキャラクターを使用した T シャツになっております。こっから重要なんですよ。このキャラクターを描いてる人は、某夢の××のプロダクションのトップで活躍してたイラストレーターさんなんです。もうそれだもんね、完全に。アメイズと某夢の××コラボと言っても過言ではないような商品になってます。こちらのお値段は税込み3500円になります。サイズが SML、XL ありますので、詳しいサイズ、知りたい方はアメイズのオフィシャルサイトぜひご覧ください。動画の概要欄に貼っておきます。じゃあ次のアイテムがこちらです。これからの季節にぴったり。ニット帽なんだよね。メイドイン USA でめちゃめちゃ被り心地がいいニット帽になっております。色が2つありまして、ブラックとバーガンディの、2色。ニットのここにアメイズのタグがついてます。こちらの商品は男女問わず着用できるアイテムになってます。サイズは、フリーサイズです。お値段が税込み2500円になります。今回はアメイズ初めてのコラボ商品と、あとはこれからの季節に使えるニット帽なので、ぜひチェックよろしくお願いします。この動画の概要欄に販売先 URL を貼っときますので、ぜひそこからご購入よろしくお願いします。発送が11月13日から順次発送させていただきますので、よろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。グッバイさよなら、パイオニア。ピピピピピ。今のわざとでしょ？今のは、わざとじゃない。お前動画